リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリントです。はい、ということでお久しぶりです。はい、ちょっとねいろいろと、まあ、最近またありまして、ちょっと動画がね、滞っていたのと、あとはそうですね、生放送も12月は先週もお休みで、で実は次回の、12月22日の配信もお休み予定です。ね、今月はちょっとお休みが続き気味になると思うんですけど、ちょっといろいろと、まあ私の、まあ個人的なお話なんですけれども、まあいろいろと、本業のお仕事の方でもね、ちょっと疲れてしまっている部分とか、結構ね、多忙にさせていただいたりとか、ちょっといろいろやっていかなきゃならないっていう部分があって、で結構まあ忙しいって言ったら言い訳にしかならないんですけれども、結構なんていうのかな、心に余裕がないって言った方が分かりやすいですかね。なのでちょっと余裕がなくてなかなか動画届こうっていたので、一応ご報告だけしておこうかなと思ってはい、っていうところでございます。で今ねうちのペットちゃんたちもいろいろと、様子が変わってきた部分があって、ピピのお父さんの照吉くんとかがね、今一旦家に来てるんですけれども、最近照吉くんがですね、呼び泣き、仲間を呼ぶ、泣き声を出していて、でピピはピピで、ちょっと今ピピとその照吉くん、まあ、文鳥の2人は別々の部屋にいるので、もがどもの子はもう起きで食べてるんですけど、最初は私の手にねすごい来る子だったんですけど、最近あんまり来ません。はい、まあ鳥ちゃんって結構そういうことも多くて、まあ、そのまんま手乗り文鳥ちゃんになっちゃう子っていうのも全然余裕でいるんだけど、ちょっとこう手乗りからね、起きになって一人でご飯食べるようになった時に、もうなんていうんですかね、あなたはご飯くれる人、あなたはどうせど結局ご飯くれるから近づいてたんだよっていうだけで止まっちゃう子っていうのも全然いて、なんか甘えん坊というよりは飯が食いたかったっていうだけっていうところがちょっと強めでしたかね。はい、っていうところでございます。で照吉くんは最近なんか仲間を呼ぶ鳴き声をしてて、まあ、ピピちゃんをねうちにお迎えさせてくれたお家の方と今確認をして、そっちでもその照吉くんの、お嫁さんでいる方とか他の仲間たちが呼ぶ声とかもあるみたいで、でうちに来た理由としては、照吉くんがですねちょっと他の子からいじめじゃないですけど、まあなんか喧嘩というか、どっちかでもあってもいじめられてたに近いのかなっていうのもあって、隔離してたみたいなんですね。でそっから隔離しちゃってて、一旦うちでお預かりという形にして、で今そのままうちの子になるかなとか思ってはいるんですけど、もしかしたら変わるかもっていう感じですね。はい、であとはまあ袋ももがちゃんたちが6匹普通にね暮らしてたりとか、ネズミちゃんもね中には亡くなっちゃった子とかもいるんですけど、まあ、ネズミちゃんはね結構そういうのもあるので、何もなんだろうな、あまり気にしすぎずっていうところですね。ただ最近繁殖をしてないので、ちょっと新しく子供が生まれたりっていう状況ではないですね。はい、でコウモリちゃんとかでマナちゃんとかはまあ普通っていう状態だし、他の子たちも特になんか大きく変わってるっていうことはないですかね今のところ。はい、まあそんな感じです。一応軽く見ていきます。あとそう、髪をね染めてちょっと紫系の色に今風呂上がりなんで、ちょっと前髪をね上げている状態ではありますけど、こんな感じですね。はい、で今ね動画も作ったりとか、あと他のちょっと仕事の依頼ですね、まあ、デザイナーとしてのお仕事っていうのも今受けていて、バナー作ったりとか、あとは、LINE のリッチメニューのねお話も今いただいてるし、あとはロゴ作ったりだとか名刺作ったりとか、あとエクセルのテンプレを作ったりとかですね、マクロとか入った状態のエクセルのテンプレートを最初にね作らせていただいて、仕事でね運用してもらうもう最初のカチッとしたものを作ったりだとか、あとはちょっとした CM60 秒 CM とかですねを作ったりだとか、あとはホームページのデザインをね一緒にプロデュースしたりだとか、ここにこういうのがあるといいんじゃないですかとか、
そうですね、プロデューサー的、プロデューサーっていうとあれはディレクターですかね、ディレクションしたりっていうところですねをやったり今しております。でこれからねいろいろとまたその辺も変わっていくかなというところなんですけれども、はい、そういうことも今やっております。でだからそういうのもいろいろあってなかなかね、なんかね体は正直ですね、なんかショートスリーパー気味かなと思ってたことも結構あるんですけども、そうでもないかも、ショートスリーパーと思ってただけ、あと意外と寝なくても体力が持ってただけかもしれないですね。最近眠いんですよ、すごく。大体仕事はね定時で終わる仕事なので、あのその日にやらなきゃならない仕事っていうのは大体終えられるので、あの例えば1月までに作らなきゃならない資料とかっていうのはあるんですけども、それも日々ゆっくりやっていけば1ヶ月で全然終わる資料の内容なので、ゆっくり作ってあと見直しをしたりっていう風な感じでやってるので、そういうのはもう全然問題ないんですけども、なのであの定時で全然上がれるんですよね。だから今日はここまでやっといて、明日残りこの辺やって、でこの辺のこういうのを改変して、でここをちょっとこう見やすくして、で最終的にここをこういう風にやっとくと全体がねすごい見栄えのいいものになって提出できるかなみたいなことをねやったりしてるんですけれども、あのただねまあ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 って感じな部分もあるので、あの全然今日じゃなきゃダメみたいなのもないんで、定時で普通に帰ってきて、で6時に帰ってきて7時ぐらいですね家着くと、で買い物とかしてちょっと帰ってきたりとか、あと外でね外食してそのまま帰ってきたりとかして、だいたい7時ぐらいに家着いて、でうちの子のお世話はねだいたいその時にその例えば餌が切れてる子がいないかとか、水切れしてる子いないかっていうのを見て、それから水の入れ替えをして、あとねご飯を入れてあげて、であと掃除が必要だと掃除、あの結構ねしょっちゅう掃除はしてないですね私ね、あまりにも衛生上よくしすぎてないようにします。なんでかっていうと、綺麗にしすぎると逆に何かこう菌が入った時に病気になっちゃったりっていうのもあるので、綺麗にしすぎないみたいなっていう感じですね。人間もそうなんですけど、無菌室で育ったりとか、するとやっぱりこうね風邪になりやすい、でそれこそコロナ明けてみんなマスクを外すようになったじゃないですか、あれで例えば風邪すごい引きやすくなったとかっていうのは、あれはマスクをしてるおかげで菌から守られてたんだけど、今までそんな風邪に全然かかんなかった人とかでもかかるっていうのはやっぱりもう1年間とか菌から守られてるんで弱くなっちゃうんですね、菌への耐性が。なのでそういうのを結構こうまあ独学なんですけども、独学の中で知ってるので、動物ちゃんたちもあんまり綺麗にしすぎない、綺麗にしすぎず、まあ、汚くしすぎないっていうなのすごい難しいお話なんですけど、私はそうしてます。それをすることでそういう菌にちょっと強い子にはなってくれるので、なのでうちは掃除しすぎない状態ではあるんですけど、なので、まあ、掃除以外の部分ですね、大体、まあ、ご飯とか、まあ、ご飯と、お水は衛生的にね良くないと違う病気になっちゃうんで、それはなんかまた話が違う食中毒とかになっちゃうんで、それはちゃんとやりますけども、それ以外は大体そうですね、ちょっと適当ですでもうちの子たち全員元気なんで問題なしってところですね。でまあそういうことがあって、大体ね7時半とかかな、で8時ぐらいかなになってから寝ます。一回布団で薬で、その後ね10時とか11時に起きたらいいんだけど、起きない時があるよね。すると起きないとそのまま朝まで寝てることとか、あと夜中の3時とかに目が覚めたりとかって感じなんですよね。なのでなんか体は正直だなって、疲れてんなっていうところでございますね。で今日はちょっといろいろスッキリしようかなと思って、まあお風呂も入ったし、あと水回り、トイレ、洗濯機、洗濯機周り、お風呂、あとストーブの周りとか窓とかをねお掃除して、でキッチン周りは回ってちょっと後で掃除しようかな。キッチンとリビングは、リビング、まあ、食卓テーブルがあるところに関しては、とあと冷蔵庫の裏とか下とかはまた時間ある時に掃除しようかなって思っております。ってところですかね。で寝室の大掃除はまた何だろうな、状況を見ながらやります。ただ寝室自体はそんなすごい汚いわけじゃないんで、本当にホコリ取ったりとか細かいゴミを掃除機で吸ったりっていう感じになるかな。
なと思います。はい、って感じですね。ちょっとちらっとうちの子たち映してきましょうか。えい。ああね、袋もももがちゃんですね。あ、今パッちゃんがね、しくってます。はい、パッちゃん。パッちゃんがご飯食べてます。で、ギョロちゃん、ウィンちゃんのお部屋と、上がハルとウララですけども、まあ、多分奥のあそこの中で寝てるでしょう。ここもそうですね。はい。で、コケリウムですね。コケリウムは特に何かが起きてることはないので大丈夫ですね。で、マナちゃん。マナちゃん。で、横にね、あのガチャガチャのケージの中にロペとルフがいて、ロペとルフもまあ普通ですね。で、オシェフィーさん。オシェフィーさん。オシェフィーさんは元気ですね。で、ネズミちゃんたちは今、こんな感じ。ちょっとね、ここに網入れて、なんかね、ほんとプラスチックの隙間の隙間から、ね、あの隙間の隙間からね、出てこようとしてたのがあったので、ちょっと網でグッと押さえるようにしてます。はい。で、今ね、4匹4匹で、います。ちょっと亡くなった子とかもいて、大福ちゃんとか、大福くんか。大福くんとお餅、あと、ごま。あの、一世代目にいた子たちですね。今年の8月ぐらいに、あの、うちに来た子たちの中で、結構高齢のままうちに来てる子たちだったので、亡くなっちゃってる子がちょっといましたね。はい、というところです。まあ、ネズミちゃんはね、あの、短命っていうのもあるし、まあ、そういうね、唐突に亡くなってしまうっていうところもね、あるので、そこはね、私は理解しながらというところでございます。はい。で、そこにね、文鳥ちゃんのね、あの、手拍子くんがいます。で、もう一匹ピーピーは今、押し入れの中で遊んでます。今多分押し入れパッと開けたら、バタバタバタって出てきちゃうんで、一回、あの、そのままにしておきます。はい。で、サナッチですね。はい。サナッチと、ここにラフィー、青大将ですね。ラフィーがいます。ラフィーどこにいるかな。ラフィーどこにいるんだろう。ラフィー上の奥のとこにいるかな。はい。で、こっちにね、ロペ、ロペじゃない。カブと、ロメがいます。はい。ってところですね。ラフィーどこにいるかな。あ、ラフィー上に。いるね。うん、オッケー。はい、ってところでございます。よし。さて、さて、さて。まあ、そんな感じのね、あの、ご報告の動画でございました。またね、近いうちご報告できることとか、あと、まあ、生放送急にやることも全然あるので、その際はまだ生放送見ていただければなと思います。はい、ということで本日はこの辺で終了いたします。またね、こんな感じでご報告しながら動画上げていければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。